皆さんこんにちは、リコです。各自治体独自の給付金が決定しています。本編では現在分かっている情報を分かりやすくお伝えしてまいります。ぜひ最後までご覧ください。今回の動画の目次はこちら。概要欄に目次を設定していますので、見たいところにスキップしていただけたらと思います。ちなみに本編以外にも様々な自治体の支援策を紹介しておりますので、合わせてご覧いただけたらと思います。それでは早速見ていきましょう。愛知県三好市、10月から独自の児童特別給付金支給事業を開始すると発表しました。給付額は子ども1人当たり4万円ということです。現在、児童手当の特例給付を受け取っている市民が対象で、本給付金は所得制限は設けないとのことでした。先が見通せない新型コロナ感染やウクライナ情勢を背景にした物価上昇を受け、子育て世帯を支援する狙いとのこと。こちらの給付金は10月末に一括支給されるとのことです。埼玉県本庄市、本庄市では新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、食費等の物価高騰等に直面する低所得の一人親世帯や一人親世帯以外の子育て世帯に対し、その実情を踏まえたさらなる生活の支援を行うため、市独自に令和4年度子育て世帯生活支援特別給付金を再支給しますとの記載がありました。ただいま支給に向けて準備中とのことで、現時点で分かっている情報は、児童1人につき5万円を支給、対象者は令和4年度子育て世帯生活支援特別給付金、一人親世帯分または一人親世帯以外の子育て世帯分の支給を受けた方としています。その他詳細が決まり次第ホームページや広報にてお知らせしますとのことでした。岐阜県中津川市、新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中で、原油価格、物価高騰に直面する子育て世帯を支援するため、中津川市内で利用可能な商品券の給付を行いますとのこと。給付対象者は平成16年4月2日から令和4年9月1日までに生まれた児童で、対象児童1人当たり1万円分の市民生活応援プレミアム商品券を給付するとしています。給付方法は、対象児童宛てに引き換え券はがきを送付し、対象児童が2人いる場合ははがきが2枚届くとのことです。引き換え券を持参の上、指定の引き換え所で商品券に引き換えるとのことです。なお、商品券の利用期間は10月29日から令和5年1月15日ということでした。長野県千曲市、新型コロナウイルス感染症や物価高騰等による市民の家計を応援するため、市内の取扱店舗で利用できる応援券、千曲生活応援券を今年の12月上旬から交付する予定とのこと。応援券の交付額が異なり、全市民に3000円分、マイナンバーカード取得者に2000円分、妊婦に3000円分となっています。詳細が記載されていないのですが、こちらはおそらくご自身の状況に合わせての合算かと思われます。交付対象者は、令和4年10月1日基準日において、千曲市に住民登録がある全市民で、交付方法は12月以降順次、妊婦分は除く世帯主宛で、全世帯人数分の応援券を郵送するとのこと。そしてさらに追加しますとのことで、ページ下部に記載がありました。1つ目、マイナンバーカード取得者。交付対象者のうち、令和5年1月20日までにマイナンバーカードを取得した方には、さらに2000円分を追加で交付。2つ目、母子手帳交付者。こちらは要申請となっています。交付対象者のうち、基準日時点までに母子健康手帳をお持ちの妊婦で、別途申請された方は追加で3000円分の応援券を交付しますとのことでした。市のホームページに詳しく掲載されていましたので、千曲市にお住まいの方はチェックしてみましょう。それではコメントで寄せられた地域について見ていきましょう。愛知県春日井市、
市民生活及び企業等の経済的負担軽減を図るため、水道料金の基本料金を免除しますとの記載がありました。対象者は、春日井市の水道を利用しているすべての給水契約者で、令和4年10月検針分から令和5年1月検針分までの4ヶ月間、水道基本料金を免除するとのこと。偶数月検針地区は11月1月請求分、奇数月検針地区は12月2月請求分が基本料金免除とのことです。なお、手続きは不要とのことでした。その他市民への支援策は見当たりませんでした。兵庫県姫路市、中小企業等への支援策は更新されていたものの、市民への支援策は見当たりませんでした。福岡県北九州市、9月定例議会が9月2日に開会し、火災予防策の事業費などを盛り込んだ98億円余りの補正予算が提出されたとのニュースがありましたが、現段階では市民への支援策は見当たりませんでした。いち早く支援策が出ることを願っています。今後の動向に注視してまいりましょう。ここまで各自治体の情報をお伝えしてまいりました。本日は子育て世帯への支援策が多かったように思います。所得制限をなくしたり、再支給をしたりなど、各自治体なりに頑張っているのが伺えますね。それにマイナンバーの交付率をどこの自治体も気にしているとは思うんですが、長野県千曲市や以前お伝えした川口市などのようにマイナンバーを発行すると追加でもらえますよといった支援策があれば、地域の活性化にもつながり、交付率も上がるのではないかなと思いますね。ただ、高齢の方の一人暮らしなど、一人じゃ発行できないケースもありますので、そこは発行までのサポートも含めて、同時に必要になるのではと思いました。マイナポイント第2弾も9月末までと今月までなので、まだの方はぜひ2万円相当のポイントをもらってくださいね。マイナポイントの申請方法などの動画も配信しておりますので、そちらも合わせてご覧いただけたら幸いです。皆さん、いつも高評価、コメント、本当にありがとうございます。これからも給付金やお金関連、様々な分野で皆様の生活のサポートができるよう頑張りますので、高評価、チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。この動画が参考になれたらとても嬉しいです。それでは次回の動画でお会いしましょう。今回の動画は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。